さあ、えー、沖縄プライムの時間でございます。本日は、えー、12月23日夜9、夜7時でございます、えー。今日は収録でお送りしていきます。収録といっても23日今日ですね。えー、今14時、えー、午後2時でございます。はい、無、え、事、ー、はこの方です。それではどうぞ。はい、那覇市議会議員の奥間亮です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。えっと、ぜひですねこの番組 今収録なのでリアルタイムで皆さんのコメントとかは読めないんですけどメールで受け付けてますので、えー、後日必ず読んでもらうようにするのでぜひ送ってきてくださいメールアドレスが7 9 7 f m g n o ッ c o m ですよろしくお願いしますさあ奥間さん、はい、えっと議会が終わったということでそうですねはい、はい、えっと十二昨日ですか12月22日に最終本会議でして あれなんですよねよく12月議会って議員の中では大体定例会があるところが多いので12月定例会ってよくあるんですけど私も議員させてもらって10年ぐらい経ちますけど実は最初の頃の12月定例会って終わるのが遅くて26とか27とかもう本当に終わったらすぐ仕事納めみたいな役所役所もっていう感じで。 だかからなんかこう揉めたりした時にちょっと危ないですよね元旦まで行くんじゃないかみたいなっていうのが昔はやっぱあったみたいんでだからあのそれを早めたんですよ最近この34年ぐらいですかねで11月から始めてその方が職員もだから職員も結局議会通して議会予算通してその後にまた。 あの今年の仕上げとかっていうかまとめとかってもやらないといけないんで職員の負担軽減が一番の主目的であの議会早めてだから今那覇市議会は12月定例会じゃなくて11月定例会っていうことになって11月後半から始まってだから12月22日に早めに議会は終わるようにして。そそれでもおよ月ぐらい そうですね1ヶ月ぐらいですかね<ー>はいはい、はい、という感じでという感じで昨日終わりましてはい、はい、まあ、ちょっとそのはいこれからまた話していこうかなと思います那覇もねいろんな動きがやっぱりあるので視聴が変わってはい、はい、その辺もいろいろ聞いていきたいと思いますはい沖縄プライムこの後8時まで今日は収録でお送りしていきます皆様お付き合いよろしくお願いします。 さあ沖縄プライムえー、と今日はですね那覇市議の奥間亮さんに来ていただいております、はい、よろしくお願いします、はい、今日は収録放送でございます、はい、さてえー、と議会がそうです、ね、昨日までだったのでちょっとその知念新市長になって初めての議会と、はい、いうことでまあ結構まあなんて言うんでしょう政治 政界的には注目された議会でったんですけどね早速あの知念市長が公約に掲げてたあの物価高騰対策まあ,あのじわじわきてますので、まあ、ガソリン価格エネルギー価格もそうですし、うん、電気代もまた年明けたらあの、ねうん、上がりますしでそれの。 まあただ電気代はね半端ないぐらい上がるのでそこの手当てっていうのはこれからですけどまあただ今現時点で物価が上がってますのでその分をまあ少しでもこう負担を軽くできるようにということをまあ選挙戦で市長選那覇市長選挙の時に知念候補が当時訴えてましたのでこれはですねあの早速あの もう追加議案という形でやってくれましたね。えー、いいのあの実はですね、はいえー、知念市長がまあ選挙終わった後も10月20何日かでしたが、はい、えっと白間市長の前市前市長の白間美紀子市長の任期が11月16日までだったんですよ。でその日までに実はあの、うん もう12月11月議会ですから補正予算ってもう作ってるんですよ作ってるんですけど、うんえっと、知念さんは、うん、こ,の間この間まで副市長やってた人なんでもうなんかなんて言うんでしょうあの就任、まあ、選挙終わったらもう次期市長確定じゃないですか新市長っていうその間現職の市長ではないけれども、まあ、役所の皆さんとコミュニケーションはよ当然取れるわけです。で えー、その中で、まあ、いろいろこうあの彼も、まあ、できる範囲の中で動いて、はい、で、えー、市長に就任したその日にパッと指示が出せるようにあの準備してたようで,<ー>、はい、でそれであの11月の補正予算が、まあ、第5号補正予算って第何号ってこう番号がつくんですけど白、はい、間市長の下で作ってたのは補正第5号だったんですけど、はい、もう。 収入して速攻六号出してですね。で、で結構異例なんですか。えっと、だが早いと思います。かなり<ー>、うん。追加減でパッと出すっていうのは。で、それがあの結構、あの。 これをちょっと紹介しようかなと、はいね、知念さんが言ってたのがやっぱ子育て世帯とかを、はい、やっぱあの手当てしたいと全、うんまあ、世帯苦しいんですけど那覇市して今人口転出こう転出がやっぱ多くて転出超過っていう現象になってて、えー、人口減ってるわけです、えー、若干ですね。 この子育て世代の転出が多いっていう今分,、はいえー、分析があってはい、はい、でそれはなぜかっていうところ僕も今回実は議会で聞いたんですけど、えー、その原因分析どうなってますかっていうともう一言で言うと原因分析できてないんですよ名、ね、橋は。えー、なぜその、えー、若い世代の人口の転出が多いのかっていうのが分析できてないと。はい、でもまあいろんな私も議員なや,やらせてもらってる中で聞くのは、うん、やっぱあの早バルとか子育て、はい の支援とか充実ししてるし高速のアクセスもよくなってるしで那覇って渋滞もするし家賃高いしっていうのも,もう子育て世代にとっては確かに沖縄特に多子世帯で2名3名4名子供いるっていうのがざらにいるのでそうすると那覇の物件家賃の価格で。 2LDK3LDK ってどんどんこう子供に合わせて部屋が大きくなっていったきにもうこれはあの多分もしかしたらじゃあ早原の方が住みやすいとかっていうのもう実際に私も聞いたことがありますしというのもあってるのかっていうまあ分析もできてないんですけどまあとにかく知念さんはその子育て世代にこれをまあまあ支援を 子育て支援をしていくことで人口がこう流れて出ていかないようにっていうのもあるしあとはその今物価対策でみんな苦しいけど特に子育てしてる人たちも苦しいよねっていうことでこれを手当てするっていうのを、まあ、公約でちゃんと歌ってたんでですねうん、うん、でそれで今回ですね。 早速やったのがですね、学校給食費の支援事業っていうのをこの補正予算第六号で知念市長がバッと提案しまして、はい、なんと、えー、来月令和五年一月からですね、三、はいえー、月までとりあえず学校給食費無料になります。ええー、これ県もありがとう,う県もやってますよね。県県もなんかあのっていうか県はもともとねあのなんか無料,無料にするって言ってますが。はいはいはい だからそれが、ね、いつできるのかっていうのはなんか分からないからありましたけどでなんかこの間新聞だったと思いますけどはい、はい、浦添の松本市長もちょっとなんか皮肉っぽいこと言って,て、うん、<laughs> 早くやってくれよみたいなそそ <laughs> そうそうそう,そうあのっていう感じに言ってましたけどだからもういつなるか分からないからとりあえず始めようみたいな感じですかそうですすねい えっとこれでまずあのー、これで全部がね、はい、物価物価対え物価高騰の影響が全部これで拭い去るわけではないですけど、うん、とりあえず例えばあれですよえっ、ー、と小学生が四千え何百円、うん、で中学え中学生の給食費が五千何百円なんで、うん、まあ平均五千円ぐらいだとすると、うん、え三、ー、ヶ月だったから一万五千円ですよははいはいはい。ね えー、でうちは小学生2人いるんで、うん、ちなみに私の家庭でお聞かせると、はい、それ3万円浮くわけですか、はい、3万円っつったらね僕は物価上がってるけど、うん、まあ結構3万って言ったらかなりありがたいなっていう感じなんです,、ねでかすうん、しかも給食費もね高騰かみたいに言われてるからあそうそうそう<計>今あの最近あの新聞で出ましたけどうん、うん、あれねあのおそらくほとんどの市町村で起こってると予測するんですけど、うんうんはい あの要するにすぐ上げられないんで給食費ってはい、はい、だから物価が要するにねあの材料が高くなったら、うん、どうやってじゃあキープするのっつったら、うん、何か中身を工夫するしかないじゃないですかだから安い食材を使ったりとかっていうのがあって、うん、で実際ですねこれは白間美紀子市長の時の補正予算だったんですけど。 えっと、牛乳代を、うん、とりあえず、えー、っと補填しますということだやったんですよ。でうん、うん、牛乳代が、えー、浮くということは、はいえー、その分別の食材に回せるので実は、えー、っとこの10月11月12月、はい、今12月ですけど、はい、この3か月間あの僕が那覇市の学校給食会に確認したら、うん、この3か月間この牛乳代が浮いたおかげで、はい、あの 果物とかデザートに回すお金が当てられるようになったっていうことで増えたんですって実は、えー、逆に言うとこの今年結構厳しかったと価格をもう給食費低額だからはっきり言ったらもしかしたら減ってたかもしれない食材が減ってた,減ってたりちょっと安いものに置き換わったりデザートが あの合計するとちょっと減ってたかもっていうのがあったらしいんですよ。はいはい、でただこれで息を吹き返してこの3ヶ月間はデザート充実してたらしくてですね、うん、でそれで自分の子供に聞いてみたんですが、はい、この3ヶ月間実は果物とかデザートとか増えてたらしいよって言ったから「うん、えやっぱり?」みたいなこと言ってました。<ー>でもう一人議員の子供にもその議員が聞いたらしいんですけど、はいはい、そしたら「 え今日ちょうどメロンでしたっていうのさ <laughs> <laughs> あ本当だったんだみたいなはいはいはい、はい、っていうのがあってやっぱやりくり大変なんですねやりくり大変です、うん、だってあと栄養価もね考えないとねうん、うん、あ一定の栄養価をつけるっていうのが学校給食のね、うん、狙いですから、はい、もう本当にこんとに献立メニュー作るのも大変だと思いますよ、うん、その中でやってると。 だからちょっと今日なんでこれご紹介したかっていうと、はい、やっぱなんか我々議員ってやっぱ政治家みたいな印象を持たれる時ありますけどはい、はい、めちゃめちゃ生活に密着した仕事を我々やってるんです給食のデザートが一品増えるか増えないかっていうのはこれも全部税金ですから。<laughs> だこういうのをまあ那覇市ではまずやって,て、うん、まて実際、子どもたちのね、うん、ちゃんとこの給食の栄養価っていうのもキープしないといけないと、うん、で今回にあたってはまあ物価高騰ですべ、えー、ての家庭は厳しいんだけど特に子育て世帯をちょっと手当てしたいっていう知内市長の公約通りにまずは無効3か月の給食費用が無料になりますと。はい、はい っていうのをスピードを対応してくれたっていうのが、これはね、前回一致でしたね。この補正予算第六号は、与党,予党的立場、野党的立場。要するに、知念主張じゃなくて、尾長武春候補を応援してた。その政党の皆さんもあの賛成してましたね。さすがについちゃあれですけど、これはやっぱりね、賛成してました。あとは、ですね、特別給付金、え。ー えっと、子育て世帯生活支援特別給付金っていうのも出します、はい、この補正れはですね、うん、え実はあの、えっと、これ国の補助金を使って前回ですね超、はいえー、創生特別地方創生交付金っていうのがあるんですけどうん、うん えっと、その交付金は、まあ、コロナ対策とか、はい、あとは最近だとその物価高のやつのメニューもまた出てきて、うん、これも使えますよっていうものなんですけどこれを使うと一部使うとで、うんえっと、この国の、えーえー、事業の中でひ、はいえっとり親世帯は特にきついのではい、はい、家計が。とあとあは えっと、住民税の非課税世帯 <laughs>、まあ、低所得者、はい、あの世帯に対して、えっと、国のそれ事業だったんですけど5万円<ー>あの給付したっていうのがあったんですよ。確か9月ぐらいいだったと思いますけどね今年の,今年の9月<ー>実はやってたんですよ。 いやいや苦しいですからね苦しい人からっていうことで何がやったんですけどこれ5万円だったんですけど那覇市がその時やったのはプラス2万円上乗せしたんですよ那覇市のお金でナー市の予算でだから7万円給付してたんですよで今回は物価高騰でみんな苦しいよねっていうことになったので18歳以下の子供に対して那覇市 これから2万円配ります 1>, <ー>、はい、1人ずつ1人2万円子供にじゃあ大さんのとこは4万円、はい、えっとですねこれ子供みんななので小学生だけで、はい、さっき小学生は2人なんですけど、はい、あのー、今年生まれた赤ちゃんもえっ待てよ今年生まれた赤ちゃんは <laughs> あそう入る入る入るんじゃない入る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 でそれでえー、っとプラス 未就学ももう一人いるんでじゃ人万ですめちゃゃめちち大大大ききききいいいででですすすすよよある程度物価高もカバーま本当ねなみに前回っていうかこの9月の時に7万円那覇市でいうと7万円給付した児童以外の児童になりますね今回は。 だからまあみんな2万円はえこれで配り終えますよっていう、うん、なしからの給付金はですねでこれも補正第6号でもうすぐ通ったっていう通りました<ー>これだからえっとね今月末ぐらい来月から,来月からこう配り始めますええこれ あのまあ、ちょっとね、子供がいない世帯はブーイング出るかもしれないですけどまあしょうがないすよ、ね、子供がいる世帯はもう本当に公約通りのことやってくれましたよっ、ね、て子育て支援、しかも早いし、うん、物,価高の物価高で苦しむ子育て支援やるって言ってたんで、うん、すぐやってくれたって、ね、これ、那覇市はあんな早くできるのなんで県は早くできないん不思議でたまらん <laughs> それを松本市長が多分言ったんだと <laughs> 声に出して <laughs> 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 いつまでやるね、うん、だってあれ1期目の時の公約ですよね玉城デニー今2期目当選してまだはっきり見えてませんからね。ね うん。こういうこと。ちょっと考えもんだと思うけど <laughs> 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 というのと、あとは、はい、これはこれこそ全これも全部なんです全市民ですけど、はい、水道料金の基本料金を<ー>えっと三、はい、ヶ月分あの免除します、ね。三ヶ月も。はい、はい。いいね。これはあの全世帯ですから、ね。はいは,いは,いはい。で特にあのこの えっとこの缶の口径この大きさでえっとこの基本料金って違うんですけどだからいっぱい水使う大きいところ事業所事業所とかあのまあ飲食店とかもそうなのかっていうところはその基本料金高いのでもう何万円っていうあ何万円までいくんだうんところもあるみたいなんでそこにはとっても大きいですよねあ大きいですねだからまあこのなんて言うんでしょうねあの こうあのえー、給付するのって振り込む作業とかそう,そういえばあのさっきのやつだとなんか手数料とかもやっぱかかったりするじゃないですか振り込む時とかってうん、うん、でだからどうやってそのお金を行き渡らすかって、はい、だからあの例えば物価上がってるからそれをどうやってその給付するかっていう時に。はいはい この免除のやり方って結構あの減税とかも一般的に言われてますけど減税とか免除っていうのは、うん、あの給付の手数料がかからないので給付しやすいんですね要するに。は、うん、はい、はい あのか給食費も免除とかっていうふうになると取らないっていうだけなんで常に払ってる人とかには返さないといけないんですけどはいはい、はい、やりやすいやりやすい減税とか免税とかがやりやすいですねんだからクーポン券とか配るよりクーポン券ってねクーポン券を作るだけでもお金かかるじゃないですかそうですよねだからだから免除とか減税っていうのは結構そういうのがコストカットもできるので給付コストが カットでできるの事業費コストすごいねそうそうだからそういうのを、まあえー、と水道料金の基本料金の免除を通して、うん、間接的にお財布のが少しはははは物価高の分、うん、少しでも緩和されるようにっていう仕組みですねこれもこの補正予算であの通りましたので知念さん、はい、が、まあ、あの選挙の時に訴えてやったことをやったと。だからなんからこう選挙って まあ今回、奈良市長選挙も50%切って、やっぱそれはちょっとね、民主主義的には有権者の半分は投票、うん、半分以上が投票しなかったわけですから、うん、少し寂しいし、残念ですし、うん、まあこれは政治の責任でもあると思うんですけど、うん、まあただ一方で、あのかなり生,着生活に密着してる、うん、でこれ、誰が市長になったかで、何をやるかっていうのは変わってくるので。ですね。ははい、はい 結構大きいともうスピードがまず、ね、今回で言えば全然違うっていうですねあのキャッチフレーズが即戦力だったんですけどですよね、うん、まさに、うん、あのだから僕びっくりしましたね、うん、あの本当にあのそうそう私も逆に応援する時に言ってましたけど、はい、明日にでも市長の仕事ができる人とい。やっぱ勉強しながらやる人とやっぱ違うじゃないですか。 やっぱそこはねあのこういう厳しい時代コロナ物価高っていう厳しい時代には、うん、やっぱ経験者の主張が必要だよね,ねっていうことをやっぱ押してましたんで、うん、PR してましたんでやっぱ有権者もそこに、えーまあ、軍配が上がって、うん、でやっぱりもう早速補正予算の追加を支持してすぐ,、うん、すぐやるっていうのはねあこれはなんか政治の。 まあ本当に身近なな感じやすいとところかなとだからこれをちょっと私たちもまあ議会としても一応は議決した側なんであのちょっと PR していきたいなと思ってたんですが今日ちょっとラジオでも申し上げました次第ですしあとね PR してそうすると有権者はね嬉しいじゃないですか自分が投票した候補者が市長になってすぐ言ってたことをやっ,たやってくれたと有言実行をやってくれたと。 だからもしかしてね次は50%以上の投票率いくように、うん、少しでも政治に関心を持てるきっかけになればという狙いでこういう PR をやったほうがいいなと。でぜひぜひ口だけじゃないんだみたいなそうそう選挙の時でいいことだけ言うやつだけじゃないんだみたいなねあのー、僕が前のこの知事選の時に若い人に聞いたら、はいはい、やっぱり 選挙この人が変わって何が変わるのっていうのが実際分かってないんですよね。だからただこの市長の場合ってとっても分かりやすいじゃないですか。まあモンタッとか分かりやすいんですけど、だからこれをねもうどんどんアピールしてほしいなって。トップ変わったこんな早いよとか。ですね。僕びっくりしたのがあれなんですよ。名古屋のえっと最近なんですけど名古屋行こうみたいなキャンペーンやってて。 えっと、旅行代名護に泊まる、はい、旅行代を、はい、上,上限5,000円で、うん、まあ9割補助みたいなやつっててあれも戸、うん、口市長だからできるというかだからこんなやって変わるよというのがもう分かりやすく見れてすごいなあと思って。 だからね,からね那覇市長もいいなと今 <laughs> なんか羨ましそうですね <laughs> いやなんかなんていうんですかねまあ恩恵はないにしろ、うん、あのワクワクするじゃないですかワクワクしますよね言ってることちゃんとやってるし早いしそうなんですよ、うん、だから選挙に今回行かなかった人もこの話聞いたら次は投票って大事なのかなみたいな、うんね、ちょっと その候補者が何言ってるか聞いてみようかなみたいな気になるようなきっかけになればと思いますし、はいうん、あとワクワクで言ったら小野賢太副市長がえっと一昨日二十一日に就任して、これもまたワクワクが止まらないです。そうですね。<laughs> 小野さんがまさか副市長になるとはって思ってて、そうですね。三十八歳三十九歳かな。うん、はい。あの佐先馬さんが 買ったたら副知事にするみいいな話聞そういう話は出てましたね。それもあ,あすげえなと思ってワクワクしたんですけど、うん、実際もう副市長になったじゃないですか、うん、だからこれもすごいなと思って、うん、そうですねなんか聞いたら玄太、うん、さんってもう言っちゃいけないな小嶋玄太副市長は <laughs>、はい、あの総務官僚ですけどうん、うん、ご存知の通り、えっと総務官なんか聞いたら、うん ちょうど総務官僚の30代後半は、はい、結構副市長になってる人多いんですってあ<ー>あの総務官僚って出向するんですよ地方にしますねで小嶋健太副市長も、うんえっと、長崎の財政課長かあと岡山かなもう行ってましたんでちょうど今同期が、うん、あの中学誌の副市長やってるのがいるんらしいんですねで40代ぐらいになったら副知事になって 副知事あそうなんだ、ね、だからちょうどあのもうなんか僕は僕はもう素晴らしい人事だなと知念市長もうナイス人事だし受けてくれた小茶元太副市長にも感謝ですしうんもうなんかだから出向ってイメージだけど、はい、今回の場合ってんか一本釣りではないけどそうですね,ね そ,うですね、そこがねあ<の>結構出向の場合はおそらくこう国とかいろんなコネクションを駆使して総務省から引っ張ってくると思うんですけど今回はそうですね,ね、はい、だからそこがすごいなと思って、うん、これあれですか前から一応チラチラ話は聞いてたんですか <laughs> ぶっこみままししたたねノーコメントでお願いしますわかりました <laughs> これももうよく聞かれるんでまあただね僕らからしたらうわすげえと思いましたよまあちょっとねこれはねじゃあこのラジオなんで少しあれなんですけど副首長人事の時ってじゃあ議会にどの程度根回しするかっていうのはあるんですよはい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 今回ね結構びっくり人事だったわけですよですよね まあ、あのなのでその辺がいろんな憶測を呼んだのは間違いないですけどまああのー、政治家のじらしーなんて大したことないですよ。<laughs> 俺聞いてなかったぞとかね。だいたい根回しするまあ,あ副市長の人事ってあの議会で議決しないするので議会通らなかったら認められないんで,、はい、でそしたらまあ普通はねなんか与党の,あの市議に根回しがなかったとかあったとか。 なんか俺は聞いてないぞとか、うんね、そんなの市民からしたらはって感じだと思うんですがまあまあだって持ってきた人人が最高の人なんんですもん、うん、じゃあ結局そこまで議会でもあれせずい、うん、ったもんだ、まあ、と。と あ、でもね、あれですよ、結果的に、こう新聞にすっぱ抜かれたっていうのがある、ね。ああ、はい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 、そうそうそう。ですよね。はいはい。結構前に提案される前に出てたのでえ。そうそう、出てましたもんねあの。びっくりした議員も多かったと思います、ね。はいはい。あれ、すごいね、なんでバレばれるというか。ね。 <laughs> <laughs> バレたのもちょっと僕も聞きましたけど、ね、<laughs> なんでバレたかみたいなのもちょっと聞きましたけど <laughs> あそうだ、ね、やっぱあるんだねすごいねまあでもそうそうだから素晴らしい人事なんで、うん、もう誰,誰も文句つけようがないですこれ小社健太さんを副市長にすることで、はい、なんか期待することってどんなことがあるんですか、はい、やっぱ国を動かす力ですよね、うん、やっぱ沖縄特にやっぱ こう国を動かして予算とか仕組み特にまあ沖縄振興法も法律もありますからうん,、うん、なんかいろいろ自由度も高いですし官僚といまだにこうコネクションが強いつながりが強いあの私もこの参議院選挙の時に小嶋健太候補を応援する時にこう一緒にこう行動したりとかしてましたけど、はい、あの本当にね 人脈広いんですよ小めちゃめちゃ人脈ひ広くて、はい、し,しかも若くて優秀なうちなんちゅにいっぱい人脈がいて昭和薬科東大のつながり<ー>もうすごくてですね、うん、あのであと本土の,、うん、その総務省の先輩後輩とか同期とかのつながりも多くて。うん えとその本土からわざわざ応援に来る人とかもいましたし<ー>すごい人脈だなと思ってだからコジャ副市長にはその人脈をまた生かしてあ国でいうと外務大臣的な役割をしてほしいなって私的には思ってますけどね<ー>期待してますけど、ねまあ市長も知事市長もその辺を、うん、期待したんでしょう、ね、と思いますあのよくトップセールスとか言うじゃないですか。それを あの副市長としてやってくれるわけですから、うん、知念市長としてはすごい助か,るす助かりますよね<う>きっとね最近昨日かな予算出てたじゃないですかでえっと総額も減らされたけど国直轄の市町村が使うやつは増えたっていうだからその辺を見てもうん、うん、もうこの市町村が直接国に取りに行くっていう今そうです、ね、流れなのかなと思ってそうですね あのこれを知念市長も最大限有効活用したいっていっえしてあ<ー>えと特定事業推進費って言うんですけど、うん、これが増えたのでこれはまさに市町村長の腕の見せどころなんですよどういう企画を作って、うん、どういうわが町でやるのでっていう勝負ですからねこれで沖縄市アリーナ作ってますからはいね那覇あちょっと期待してください 私もワク,ワクししててますドラスティックに変えほいですねですね、うん、小嶋源太副市長はそのスタートアップの支援とか携わってきたのでそれをまたそのノウハウも使って那覇でスタートアップ支援とかも推進 DX とかもどんどん進めてほしいなと思ってますしすごい人がすごい市長副市長も最,、ね、最強コンビ。<laughs> 僕の中ではもうあれですもうメッシュとネイマール同じチーム入ったみたいな感じではいはいはい <laughs> いい、ね、本当にはいということで、はい、えー、前半はこの辺でいいでしょうかはい、はいはい、えー、那覇はワクワクするお話でした、はい、それでは一旦 CM ですさあ沖縄プライムでございます、はい、本日は那覇市議の奥間亮さん MC ですはいよろしくお願いします,します後半戦はちょっと振り返りながらそうですねはい 多分今年最後の私の出番だと思いますので、こ,この沖縄プライム自体も最後なので、あ,あそうですか、はい、はいはい今年1年は何と言っても選挙イヤーですけど、ちょっとその振り返る前にさっき前半でちょっとあの言い残してたことがあって、さっきあの山口さんと話してたその、うん、特定事業推進費市町村が直接、はい 国にいいろんな提案をしてってっうであの知念市長は就任後、うん、もういろんな国の機関と直接交渉するっていうのをやりましたしその中で僕は驚いたのは、うんうん、この間官房長官が奈良市長に会いに来たんですよ。うん、ーありえないですよ、はい、すごいね。うんはい、どんなに でも普通他の都道府県の市長とかが簡単に官房長官に普通会えないですそれが官官房長官が来たんですよえすごい。であの知念市長はもうすかさず南良、うんうん、市立病院の今建て替えやるんですけどそれのこの補助メニュー何か使えるのないかっていうのを要請したんですよ。いいい官官房長官にこれはい、はいはい <laughs> <laughs> これはちょっとこの今の進捗状況あの僕の口からあんまり言えないですけど、はい、まあこれは交互期待です、ね、やっぱりその辺を知念市長は見据えてたんですかね、うんうん、この流れというかこんなふうになるだろうなだから市長になるな<ー>選挙終わってすぐ行ってましたよね,そうですね国に。 知念市長のそのバックグラウンドって、はい、いうか、はい、やっぱ今回の選挙の意義って、まあ、ちょっと前回のラジオでも言ったかもしれないですけど大路、はい、沖縄というところの城間美紀子市長の下で副市長をやっていたと、うん、でももともとは自民党から出た小長武市長の右腕と言われていたと。 かなり早い出世スピードで駆け上がり40代で総務部長とかやってましたからその右腕の知念さん、はい、でも、まあ、いつしか小長武さんが自民党ではなくなってオロきなっていうのを作ったと、はい、でそれいう流れですけど最終的には自民党公明党の推薦を取って市長選に出て <laughs> はい、はい、そして。 白間美紀子市長が応援に回ると自民党公推薦候補を応援に回るというも本当に真事実は小説よりいきなり展開になり、うん、で僕は見てたのは、はい、副市長の時の知念さんの動きと全く違うんですよ<ー>だから多分本人ね市長に当選したまあ市長選挙の選挙に入ってからかなよし、うん、や、はい、退職副市長退職して、うん、腹くくって自分の人生、うん、この 市長に選挙に出るんだっていうところから、はい、なんかねもう覚醒したような感じが僕はそばで見て<ー>もう覚醒したんでしょうねだからうもう本当にフットワークが急に五千倍ぐらいのフットワークになって <laughs> な僕が見てた副市長の動きと全然違います、ねうん、だからもうあのその自民党推薦公認を取ったっていうのはこれのやっぱりあるんですよねこのあのなんちゅうんでしょうその やっぱりあの政府もね、うんえー、政権与党の政治家あのみんなまあ大臣は国交大臣以外はみんな自民党の大臣ですから同じ政党の推薦候補の首長からの要請とうん、うん、そうじゃないっていうのはうん、うん、う私はやっぱり国を動かす力っていうのはそこでまずあ違ってくると思うので。 だそういうのもやっぱ知念市長も分かるから自分で一気にこうエンジンかかったんじゃないですかね。いやーすごいね、はい、この動きは。はい、そっかじゃあやっぱりこうなんていうのかな市民のことを考えたらうん、うん、やっぱちゃんとお金をまずねうん、うん、やっぱり何するにもお金必要ですからねそっからもうやらんといけないみたいなところも。そうですね 大義名分としててあってみたいなところですよね,、うん、ですねでしかも今回今年の選挙イヤーの振り返りにつなげますと、うん、7つの市長選挙があったんですね7つの市で、うん、で全部自民党の推薦候補自民党系の候補が勝ったわけですでこれはさっきおっしゃったみたいに、うん、その候補者だけが期待しているというよりも,も有権者がそれを選んだわけですよ結果的に。うん、有権者がおそらく あのやっぱり国を動かす力はあるだろうっていうのも見て投票した有権者も多かったと思うんですよねだから市民もそれを選択したと、うん、誰がこう国を動かす力なのかと誰が予算を引っ張ってくる力があるのかっていうのもうん、うん、まあ見てのそれも踏まえての結果だったのかなと私は思ってますけどね。 これなんで知事選に行かされなかったんですかね。そうですね。だからそれよく言われますけど、うん、こ,この間 RBC だったかな。うん、なんかそういうあのあのなんていうんですか。あの特集もありましたけど、やっぱその県知事選挙のレベルに行くと、はい、やっぱ基地問題とか安全保障とか。 まあでも今回は、ねうん、あの旧統一教会の問題とかもありましたからあれ結構大きかったですね、えーえーまあ、いろんなのもあったので本当に政治的なテレ,ビのテレビのニュースで出るようなのが直結して候補者に行くっていうのがもしかしたら知事選だったのかなと、うん、でただ市町村に行くとやっぱ私も市議会議員で今さっき給食費の話しましたけどめちゃめちゃ政策が。うん めっちゃくしてるんですよね給食費がどうなるみたいなって明日自分たちの生活費の問題ですから家計の財布の問題と直結してますんでそれが県に行くのとそ国会議員になるのととかっていうとやっぱみんな投票行動の,その何を判断材料にして誰に A さんに入れるか B さんに入れるかっていう違いの中でおそらく市長,市長選挙っていうのはなんかすごくこの。 投票するときにやっぱそのあのその予算の獲得の力が誰にあるのかっていうのはもしかしたら判断にしやすかったのかなっていうのはだからそれが知事選ではちょっとそこにいかずに違う何か見方になったのかとか。ていうの,そかうかなのかかもありそうですね。うん

えと2年前か3年前は一緒だったんでで議会の奈子管理組合の議会の席で玉城デニー管理,管理者玉城デニーさんで質問するんですけど席近かったんで結構私は喧嘩しましたけどあ <laughs> <laughs> そうなんですか <laughs> 多分多分,多分,多分デニーさんも「中国にゃ」と思ってた瞬間もあったと思うんですけどね <laughs> まあまあまあ,、まあ、あそうなんだ、はいでもやっぱ 仕事モードの時とこの間もんか県議会でも謝罪してましたよね。んか優秀でした。だからなんか頭に来たらそういうこともやるっていうのも僕はすぐ近くにいたんであの人ならやるなって感じですけどね結構言い方とかムッとする時とかあるんで結構感情あらわにする人幕もありますんでね。ただやっぱその あの何て言うんでしょう広報する時はねうん、うん、すごい上手に喋りますしう,んう,ん、うん、うまいですよねうん、うん、やっぱりただあのその辺は僕は実はそこまで気にはならないというか指さすぐらいとか怒るぐらいは別にいいじゃんとただやっぱり行ったことはやりましょうよ、うん、<laughs> と思うんですよ公約ね公約あれ本当に <laughs> ちょっと愚痴っぽくなりますけど、うん あれ沖縄のマスコミももう一回フェアに点検してくれないかなって思いませんですね公約の実現率のか、うん、着手率なの,のか、うん、えあれか新報かタイムスかだったかあれちょっと違うんじゃないかファクトって,言ってましたファクトチェックのね、うん、ちょっとなんか違うよみたいなね、うん、言って一方もう一方の,あの新聞社の方はあの選,挙選挙の当日でしたか、うん、なんかあの この公約実現率か、うん、そのまま載せたりとかっていうのもあって、えーうん、で違うやんみたいなあったり <laughs> だからね、うん、本当にちょっと公正にじゃあ今何て言うんですかね僕は権議の人にも本当に言いたいんですけど、うん、今どうなってるのか教えてくれと、うん、動いてるのか何なのか、うん、新聞も書かないしうん、うん、書いてないのか、うん、あのて 動いてないのかわからないですよ。うんうん、だからその辺もわからないから。じゃあ、今これは実は予算付けましたよとか、調査費つけましたよだけでもいいじゃないですか。そういうのが全くわかんないじゃないですか。今。だから、それは。どうなんですかね。ね県議はわかるんですか。いやな、いやなんか県の情報、あんまりわかりづらいですよね。じゃ、ね、僕らからしても、わかりづらいと思いますね。あ、やっぱり。はい,は,いはい、はい、はい。だって、市は、<ん>まあ、近いっていうのもあるけど。うんうん まあまあわかるじゃないですか。うんうんうん。なんでしょうねあれね。うん,うん。県県って結構何してるかわからないですよ、ね。わからないわからない。な、うんだからその辺。その辺かもしれないですね。ね<え>。うん。ぜひ県議に行ってって県議 <laughs> もそうだし県県行政もそうだし。うんうん、なんか。 ね、市町村より遠い分、うん、ちょっと広報力はちょっとクエスチョンですよねですね、うん、もうちょっと広報を力かれるとほしいですね県はですね、うん、あとやっぱり市町村はこれもあると思うんですよ、まあ、勝手なあれですけど、うん、やっぱクレーム受けやすいってあるじゃないですかやっぱ市民と直接やるからその分市議会もそうだし市長もそうだけど、うんうん、この市民のためにっていうのが見える気がするんですよ、うんうんうん だけど県はちょっと見えな僕だから直接やってないから分からないんですけどうん、うん、まあまあ市、まあ、も全然候補力まだまだではあるんですけど市、うんまあ、から見ても県は見えないっていうのがあるのでうん、うん、だからあ県議会って結構新聞には載ってますけど、うん、なんてゅうのかななんかねこうドラスティックにこう 変わる部分とかが分かかがららないです、ね、分からないです分からないでですす、はい、しかも結局新聞って、うん、あの要するに、えっと、今の県政与党には優しいってなんかイメージがあるので辛辣なこと書かないんじゃないかなって思うからやっぱりなかなかそ,こそれをそのまま受け取れないというかっていうふうにもう変わっちゃってるんですよね見方が。うんうんうん さっきの感ワクワク感で言うとワクワク感が伝わってこないですよね沖縄自体がポテンシャルが高いのに、うん、本当はワクワクするリソースいっぱいあらずに、うん、それを県政として、まあ、それこそ知事があれほどあの広報が話が上手い人であればね、うん、もうちょっとあそうなんかあの群馬県の山本一太知事はなんかあの。 コロナで今全然動けなくなっているようですけど、うん、最初はめちゃめちゃこの広報力高かったみたいですよ。えーうん、なんかあのから確かそのち県知事え県、うん県庁、うん、県庁になんかスタジオみたいなの作ってて、うん、県民にも貸し出しなんかしたりして、ね、広報力を上げようみたいなのって、うん、やってたっていうような気がしますけどね。 だからなんか沖縄県もそれぐらいやってなんかスタジオでも作って県民に低価格で貸してもいいしでまあ行政がやるのがメインですけどどんどん発信していくっていうねまあラジオでも動画でも何でもいいんで県で番組たくさん持ったりとかね YouTubeYouTube you じゃないかも今 TikTok とかでもいいしなんかねそういうワクワクのある やってしいですね僕ワクワクで思ったんですけどこれなんでワクワクするかって言ったら那覇市が結局給食をじゃあ無償化するとかっていうのはなんとなく市民が望むことじゃないですかそれを形にしていくっていうそれでワクワクするじゃないですか。だけど例えば沖縄県で言えば観光がリーディング産業なんでしょうと。 ホテルい作って海大変になってるけど大丈夫みたいなそんなのをやってくれるのかっていうなんていうのかな方向性がんか確かに結構その課題って見えてきてるのいくつかあるのに。はいはいはい で結局解決策としてどうするんだっけって、うん、県は何考えてるんだっけっていうのが見えないですそね、うん、確かにそうなんですよね、うん、だから物価のためにすぐ予算つけましたって、うん、もうそれこそ僕らがしてほしいことじゃないですかだけどえ県何やってんだろうみたいな。やる やるっていう <laughs> <laughs> なんかやるかなあっていうのがもう見えなくてだからワクワクしないんじゃないかなと思っですね今の物価高の支援も県はあの事業者向けにやるんですけど、うん、あれもなんか前 前コロナの時は結構分かりやすくあれ県だったら国,国はやってたんですよ結構分かりやすくあれあれのも見えないですしね国はもう批判されてすぐ分かりやすくなってましたからね雇用調整とか特にはいはいどんどん簡単になっていったんであれは俺はすごいなと思いましたけどね、うん、批判はいっぱいされてたけどですねだからそういうそういうあとはあれじゃないですかその ワワクワクで言えばやっぱり、うんえっと、こちらが望むものってあの県,の県の行政の皆さんが望むものじゃなくてうん、うん、県民が望むことをやるとワクワクするっていうそこかなと思ってだから今ね岸田さん問題になってるけどこの聞く力っていうのでうん、うん、やっぱそこ。 があれななのかなとうん、うん、若くするしないっていうのも出てくるのかなって気がしてそうですね、うんうん、なんか市町村、まあ、このラジオって市町村の議員が出てますけど、はい、あの本当はねなんか沖縄の自分たちうちなんちのアイデンティティ強いじゃないですか市町村のアイデンティティも強いけど、はい、やっぱうちなって聞いた瞬間ちょっと燃えるじゃないですか。うん じゃあ割ったうちの道筋ってどこに今向かっていってる場っていうのが見え県が示した上でじゃあ市町村ではこれができるよねっていうふうな役割分担とかっていうのもまあずっと言われてる課題ですけどだから県も市町村とどんなコミュニケーション取ってるかは全然見えないですし、うん。 こういうのはね元田小野元田副市長に僕はちょっと期待してるんですよ。小野元田副市長は今参議院選挙でいろんな首長さんと今つながり持ってますから。ああそっか。うんうんはいはいはい。だから県と那覇市として、うん、要するに県がやってできてないことを、うん、県との橋としてこう四十一市町村をまとめていくリーダーみたいな。そうどんどんやってほしい。ねそういうのをちょっと、うん、あの期待してるんですよ。うん だから本当そうですよもうみんなだからもう県はいいじゃんと、うん、<laughs> ねどんどん市とかのあれでやっていこうぜみたいなのがもう今一番いいのかなって気も。 まあそれで間接的に県がねあやばやらんたってなって県がちゃんとや,やったらいい方向に進みますからね。ですよね。もたもたしてたらじゃあ那覇市が県の役割までやっちゃうよって本当に本当にプレッシャーのかけ方でいい方向に行けばね、うん、いいですけどね。だって名護なんて本当すごかったですからねあれ。うんうん、もう国がやった GoTo キャンペーンみたいにもう、うん、おすぐ10分後ぐらいにもうすぐ。 売り切れまししたたたみいな感じでよだからやっぱその目に見えるやり方あれは多分名護の人はワクワクするはずなと思ってうやましいですよ本当に。はいということでえと奥山さんも今年あれなので来年から来年ですねどんな感じで。 行きたいととかかな,んかな,んとなんかビジョンあります,来年,はす、ねはい、来年ね僕だけじゃないかもしれないんですけど、うん、あの結構ねあの選挙イヤーが終わるので今年選挙イヤーだったんで、うん、多分県内の政治家は、うん、結構腰を据えて自分の政策をやっとゆっくりできるっていう一年になると思うんですよね。うん、だからあの これまで選挙の応援とかで、うんえー、忙しかった分はい、はい、そこをこうじっくりやっていこうかなと、うん、まあそれこそ今までの、あのー、ラジオでも言ってきたやっぱ福祉ですかね自分はうん、うん、社会福祉士としての、うん、まああの 今ままでいいろろやってきててきるのも踏えソーシャルワーク的なのもまたやりつつ、うん、あと今議会改革の中で今部会長みたいなのもやってるのでそれもちょっと前に進めたいですし、うん、議会改革が進めばより身近なあの議会と行政っていうのが市民の皆さん、うん に関わっててもらえるると思っまあそういうのをちょっとね、うん、やっと故障据えてできるのが2023年かなってうう思ってますねであとあれですよ本土の国会議員もやっぱそうらしいです大きい選挙が参議院選も終わって衆議院選もまあ、まあね、なんか来年あるかもみたいな噂もあるんですけどまあ僕は多分ないと思ってるんでんあの国会議員も多分こう故障据えて来年は政策打てる1年なのかなと。うんだから そういう意味では、ぜひね、リスナーの皆さんとも、いろいろな意見交換しながら、やっていく一年にしたいなと思ってます。うん、はい、はい、ええー、すごい期待していますので、はい、那覇も、ね、やりやすくなるっていうと思いますので。はい、ええー、期待しております。はい、ええー、沖縄プライム以上でございます。今年最後ということで、皆さん今年本当にありがとうございました。ええー、良いお年をお迎えください。 奥村さんも良いお年を。はい、はい、皆様、はい、良いお年を迎えください。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。